ちょうどいいぜ。今お前のことを探してたんだよ。おう、これ読んでみそう。そうそう、大爆笑間違いなしの客番だ。もち、どうよ、面白くねえか、終わらねえ、ダメか。じゃあ作戦変更。大河ドラマってあるじゃん、俺あれずっとタイガードラマだと思ってたんだ。だからなんで虎が出てこないのか不思議だった。ダメか、こうなったら最後の手段。な、これはやっぱ反則か。あ、いや、最近お前よく困った顔してるだろ。だからさ、俺お前の笑ってる顔が好きなんだよ。だからさ、お前にその笑っててほしいんだってば。まあそういうことだから。そうじゃ。こうですか。そうそう、ずいぶん上達したやん。ありがとうございます。まあね。俺の方はどうよ、ユージ。まあ焼き方は50点やな。点数厳しいぞ。いちいち飛んだり跳ねたりせんかったらあと10点やる。じっとしてると体がなまるんだよ。この分なら当日までにはみんな合格点は取れそうやな。いや、自分もよう頑張っとるで。そんなことはない、いろんな手配やってくれてるからこっちもスムーズにやれるんや。おう、よくやってるぜ。お前、ちょっと顔貸してくれ。いいからいいから。はっきり答えてほしいんだけどさ、ダンスするとき身長差があった方がいいと思うか。そうなのか。見るんじゃなくて自分で踊る場合は。けど、あ、そっか、そうだよな。お、気にするな、な。そのうちわかるって。それじゃあな。